航空自衛隊の F-15 戦闘機は、日本が長年使用している機体になります。しかし、この F-15 戦闘機には、長年の老朽化問題と巡航ミサイル搭載するのかとの話もありましたが、巡航ミサイルは、白紙へと撤回され、F-15 近代化改修の雲行きが怪しくなってきました。今回は、この、F-15 戦闘機に搭載するはずだった、巡航ミサイル AGM-158C、ルラスムを中心に見ていきますね。543億円の予算が計上されていますが、この予算も、どこまで信用できるのかわからん。昨年末の2021年12月には、日本の航空自衛隊で、主力戦闘機の座を担い続けている F-15J イーグルにとっても、同機への近代化改修をめぐる複数の関係各所の動きが報じられ、慌ただしい年の瀬になったように感じられる。まずは、クリスマスイブであった12月24日に防衛省が発表したもので、F-15J イーグルのライセンス生産を担う三菱重工業者に対し、不正に過大な請求を行っていた商社、昇進者からの過払い金の返還の件があった。昇進者は、東京都中央区の日本橋に本社を構える1947年に設立された輸入商社であり、同社ホームページの会社情報によれば、社員数65名で、2021年3月期の売上高は62億3000万円だと記載されている。同様に、事業内容には、1輸出入業務、2製品の販売、3サポート、およびサービス業務、4製品開発の4点が挙げられているが、アメリカをはじめとする航空関連企業より、それらの部品を輸入、三菱重工業者や観光庁への納入を手掛けている。これらの中で、三菱重工業者がライセンス生産を行っている F-15J イーグルに関して、昇進者は、主として、電子戦関連の部品輸入を行い、その納入を行っていたが、ここで、不正に過大な請求を行っていたことが、2020年12月に発覚していた。この事実を受けて、防衛省側では、昇進者に対し、2020年12月から2021年9月までの間、指名停止処分を行うと同時に、過払い金7億4000万円と、延滞金2億円の合計9億4000万円の返還を命じ、これが、2021年の12月24日に確認されたという。ひとまずは、F-15J イーグルという、主力戦闘機の防衛装備品にまつわる不正が、適切な会計処理に正されたという部分では、歓迎すべきニュースだが、昇進者は、今後も、社内のコンプライアンス体制を強化し、同様の事業を継続する模様だ。個人的には、日本の防空任務を担う主力戦闘機での、こうした不正な行いに関しては、延滞金2億円を含む合計9億4000万円の返還をしたとはいえ、いささか軽微な扱いに過ぎるのではないのかと思えてならない。例えは悪いが、陸上自衛隊の各種の機関銃をライセンス生産していた住友重機械工業が、なんと40年以上にわたって、5000丁もの機関銃の耐久性等のデータ改ざんを行っていたことは大問題となり、同社は、同事業からの撤退を決めた。これも、何ともお粗末というか国民から、すれば許しがたい背信行為ではあったが、陸上自衛隊の機関銃よりも、F-15J イーグルの方が、日本の防衛力そのものに対して占める割合は、かなり大きいと思えるだけになおさらである。さて、本題に戻れば去る2021年12月30日、アメリカの国防総省は、F-15 イーグルの開発元である、同国ボーイング社に対して、スーパーインターセプター、
プログラムと呼ばれる近代化改修の開発契約の許可を与えた。このスーパーインターセプタープログラムは日本の F-15J イーグルに向けたもので、日本円にして総額約544億円弱の費用であり、同機への AGM-158C ルラスム空対艦巡航ミサイルの実装を日本側が断念してたどり着いたものだ。 AGM-158C ルラスム空対艦巡航ミサイルはアメリカのロッキード・マーチン社が生産を行っているが、この航空機運用の場合に最大で 800km とも言われる長射程に、日本側は注目 F-15J イーグルへの実装を志向してきた。しかしアメリカでは自国空軍の F-15 イーグルにこれを実装する計画がなく、海軍の F-A18E、 F スーパーホーネットや F-35 ライトニングにしか対象としていなかったため、その統合に関する費用は日本が負担するしかなかった。このため、当初、日本側では、2018年時点で、AGM-158C、ルラスム空対艦巡航ミサイルの導入に要する初期費用を約800億円程度と見込んでいたのだが、これが蓋を開ければ約2400億円と、大幅に増加してしてしまったのだ。日本はヤムムクの F-15J イーグルでの AGM-158C ルラスム空対艦巡航ミサイルの運用を断念し、これを除く形でアメリカ側と同期の近代化改修費用を協議した結果、総合計額を約3970億円とすることで合意した。この金額もアメリカ側の提示額は総合合計額で約3980億円だったとの報道もあり、なんとかそこから約10億円分を交渉の末に譲歩させることに成功したとされているのだが、正直あまりインパクトのある数値とは思えないだろう。このあたり、もう少し日本側の手柄をアピールしたいのであれば、大きな金額を提示しても良さそうなものだが、これまでに公表されてきた金額との整合性もあり、なんとかこのラインに止めたと見るべきなのかもしれない。これが今回アメリカ国防総省がボーイング社に与えた契約のスーパーインターセプタープログラムとなっており、ようやく F-15 イーグルの近代化改修の実現へ具体的に踏み出すための第一歩となったと言えよう。スーパーインターセプタープログラムには、レイセオン社製の新型レーダー AN/APG-82V1、 イギリスの BAE システムズ社製の統合型電子妨害システム EPOS、 ロッキード・マーチン社製の空対地ミサイル JASMR 等が含まれる。こうした F-15J イーグルへの近代化改修スーパーインターセプタープログラムについて、アメリカ国防総省はスケジュール的には2028年中での対応完了を目指すと述べており、今後はこの進捗にも留意が必要だろう。航空自衛隊の F-15J イーグルはようやく予算上からおよその当初の計画よりは2年ほど遅れて近代化改修が施されることになったが、その後の初期作戦能力を宣言するまでの時期は現時点でも明確化はされていない。初期作戦能力とは IOC イニシャルオペレーティングキャパビリティの訳語であり、主にアメリカ国防総省での用語だが、当該兵器が実戦投入に耐えうる必要最低限度の状態に到達することを指している。そのため今回の F-15J イーグルの例ではスーパーインターセプタープログラムを機体に施すのみでなく、その機体を運用可能な訓練やメンテナンスまでを習得している必要があり、ハード面の準備に止まらない。航空自衛隊が F-15J イーグルの運用を開始したのは1981年であり、
今から40年以上も前のことになるが、今回のスーパーインターセプタープログラムが施されるのは、ライセンス生産で中高機にあたるズムシップと呼ばれる機体である。F-15J イーグルのズムシップ機は、同機の総生産数の213機のうち、およそ100機程度だが、約半世紀にもわたって運用が続けられた F-4J ファントムとまではいかずとも、同機もかなり長期間の収益を続けることは間違いない。かつて F-15J イーグルが収益を開始した1980年代には、この効果で世界最強との呼び声も高かった同機に対して、批判的な勢力からは税金の無駄遣いとまで言われていたが、今もそうした批判は変わらない。一部の左翼系の勢力が F-35 ライトニングにはアメリカに高額で押し付けられたと同じような主張しているのも、ある意味ではこれだけ周辺の軍事環境が激変しているにもかかわらず、相変わらずだなと思えてならない。